あの今日お店の店長やります。店長店長店長うわ背脂こんぐらい大好きです。いっぱい好きです。ここからこのサムライティングのチャンネルに関しましては僕の調理シーンになります。で僕が作るのはおいあまりに夢中になりすぎてさっき取れたかねってクレーム来たんですけどスタッフさんの方からどうもどうもサムライティングのマックスすぎと小川ゆまです。はい、はい、どうも。今日ここどこですか小川さん。こちらの大正グループさんのセントラルキッチン。おお。なんとですね本日この大正グループさんでお世話になっているマックス鈴木の背脂飯店実店舗開店といってもですね今日一日の特別こちら、セントラルキッチンさんの中で開店なんですけれども本日スペシャルなお客様を2名呼んでおります。でも大事なことは何、はい、あなた何するえ僕あ僕は今日お店の店長やります。店長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 だって一日店長だって。そう店長店長なんで僕が作りますよ今日任してください。ではあなたは何ですか。俺何もしない。えっ何もしない何もしない何もしない。ちょっとそこの吉原さんちょっとこっち来てもらって。皆さん改めまして、サムライティングの影の調理の主役吉川さんでございます。吉川さん使えないじゃん。使えない吉川さんでございます。よろしくお願いします。はい、このメンツで頑張ってきた。あとね、今カメラ構えてるミニゴリちゃんで1日開店とで1日開店のマック鈴木背脂飯店実店舗こちら大正グループさんのセントラルキッチンで素敵なゲスト2名お呼びしております。はい、山田この方です。どうもいらっしゃいませ。カメラの前の皆さんに自己紹介お願いします。吉野県大食いと申します。本日はよろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。吉野県さんにご提供させていただく料理も僕が作りまして、はい、ただね今日の料理今までの料理だけじゃないんですよね。そうです。ちょっとねスペシャルな料理を用意してますんでその辺も後々分かってくると思うんですけどもお楽しみにしててください。ちなみに背脂って好きですか。大好きです。じゃあちょっとどれぐらい好きか言ってください。卵かけご飯が好きなんですけど、まあ、卵かけご飯の好きさがこんぐらいだとしたら、まあ、背脂こんぐらい大好きです。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。まず1人目のゲストが篠圭さんでございますが、はい、もう1人入ってきたくないなと思って多分入ってきたくないなと思ってると思いますよ。この流れだとそんなことないでしょう。2人目のゲストはこの方でございます。どうぞ。よろしくお願いします。お父さんパクパク大食いで YouTube 投稿しております。今日はねマックスさんが作ってくださるということでめちゃくちゃ楽しみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみにゾウさんは背脂は好きですか。大好きです。あ、じゃあどれぐらい好きかちょっといっぱい好きです。ちょっと いっぱい好き。戻ろう戻ろう。じゃあここに入ってこう。というわけでこのメンバーで本日はお送りしたと思うんですけれどもここからこのサムライティングのチャンネルに関しましては僕の調理シーンになります。で実食シーンは、シノケンさん、ゾウさんそれぞれのチャンネルで撮影を、していただきますので、お二方のチャンネル概要欄貼らせていただきますので飛んでいただければなと思います。よろしくお願いします。ちなみにですねシノケンさんの方はデカ盛りをねデカ盛りバコっていくんですけれども、打ってかゾウさんの方はポン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 といろんな種類を多く食べていただくと。でゾウさんの方にも何やら新メニューがあるのかないのかというそんな感じになっておりますので、お二方の動画もぜひ、見ていただければなと思う、そんな感じでございます。早速、衣装チェンジ。はい。というわけで、変身しました。こんな感じでございます。はい、というわけで、はい、よろしくお願いします。じゃあ、はい、お客様のお見えですので、はい、急いで作りましょう。やろうぜ、はい、じゃあ、まずはカルビチャーハン。はい、はい、お願いします。全開につけます。はい、中華はこの火力が命ですから。火力が命ですよ中華は。はい、めっちゃいい香りがしてきた。これイカメ切るポイント、見極めるポイントってどの辺なんですか。この火がこう、色々色美味しそうな焦げ具合で、またこれを見せて濃い色になる。濃い色になる。終わりました。もういっちゃっていいですか。ここはちょっとニンニクを、はい、後ほど。はい、
これやばいわ、本当に。もうパンパンだもん。これデカ盛りってさ、食べるより作るのが絶対大変だよね。いや、食べる方が大変じゃないですか。作るのも大変だと思いますけど、気持ち分かってきました。うん、だいぶ。絶対残せないですよね。残せるわけないよ。残せないですよね。何キロできるか分かんないですけど、きっと篠健君プレッシャーかかってると思うんで。まあでもね、やっぱり美味しく食べていただきたいっていうのが一番にあるんで、はい。僕が作るのが美味しければ、多分ペロッと言っていただけると思うんで、そこはこちら側があれですけど、努力ということで、やっていきます。いや、ここでやっと炒まったら、ちょっと少し分かりました。はい、終わりました。それっぽくなったぞ。それっぽくなった。できました。はい。これだけ油のさ、こんなもんでいいですね。はい。できました。こちらが、まず、篠原さんが食べていただく、こちらは看板メニューの、最強マックス背脂そばと、こっち側はですね、ガパオヌード。これが新作になってますね。で、こちらの皆様の手前の方が、新作ですね、もりもりニンニク野菜チャーハン。で、こちらがグランドメニューのカリビモリの背脂チャーハンで。で、ザルとっかけて、温玉をこのガパオヌードドドッと召し上がるときに、受けていただければと思います。続きましては第2のお客様、ゾウさん、パクパク様に料理をたくさん作っていきたいと思います。では早速いきましょう。
ちらですね、1軒目が焼きそば完成。どうですか店長、今日のお米の感じは。お米の感じはね、普通普通普通って言っても一番難しいから。ああ、なるほど。普通が難しいと。実店舗だろうがね、あれだよ、ウーバーイーツだろうがね、で、なんか宅配だろうがね、一定の味を、作るっていうのが大事なんですよ、うちは。あ、それがモットーなんですね。そうです。店長としては。いつどこで食べても同じ美味しさ。それが、マックス鈴木の背脂飯店。そうですね。お中華屋さんですね、中華屋さん。あ、そうか、そう、そうっすか。さすが店長。さすが店長、さすが店長、さすが店長。おお、おお。中華屋さんのあれですね。あ、いいですね。あ、もう無理、もう無理、もう無理。これをパカですよね。はい。あ、中華屋さんよく見る。ああ、おえ。あ、綺麗ですね。セアバル飯店の肝ですわ、つって、はい、はい、というわけでこちらゾウさんパクパクさんにお出しする商品完成でございます。いや、本日はありがとうございました。ありがとうございました。本当に僕料理全然できない人間なんですけれど、やらせていただいて、はい、すごい楽しさというか、あまりに夢中になりすぎて、さっき取れたかねってクレーム来たんですけど、スタッフさんの方から当たった。だけど僕的にはもうかなり世界に入り込みましたし、何よりこの料理を作る人のこう苦労というか思いとかもすごい感じ取れた部分があるので、これからよりね、大食いのこう糧になるというか、ありがたみを持って食べようと思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、もう見てても手つきも素晴らしいですし、本当にどん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 美味しいものができると思いますので、ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで、1日限定の背脂飯店10店舗も間もなく閉店時間を迎えようとしているんですけども、お二人今日はありがとうございました。ありがとうございました。ゾウさんから本日の感想をちょっと、はい、マックスさんがまず手作りしたのを食べれたのが幸せであって、それで背脂飯店本当に楽しみで、やっぱり背脂が甘くて旨味がめちゃくちゃ詰まって、どの料理にもすっごい楽しめました。すごい新作もね食べれて、本当に今日は幸せな1日だったと思います。また機会があれば呼んでください。ありがとうございます。ありがとうございます。翔平さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。デカ盛りをね、はい、かなりハードなデカ盛りを、そうですね、本日召し上がっていただいて、はい、いかがでしたか。もう量はすごいあったんですけど、はい、最後まで、ね、美味しく食べることができました。ありがとうございます。もうチャレンジメニューなんで、あんまりその背脂っていうのを極力、はい、もう抑えめに使っていこうかなと思ったんですけど、はい、あまりに美味しすぎて最初からバンバン使っちゃって、うえい、最後自分の首を締めちゃうっていう。でもそれでもまたかけちゃうっていう、もう体が言うこと聞かないんですよ。ありがとうございます。というわけで、こちら閉店の時間を迎えるんですけれども、気になるお二人が召し上がっていた内容はお二人の YouTube を見ていただければと思います。ではお二人、本日は、ご来店くださいまして誠にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。これにて閉店でーす。